野のゆりは1963年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はラルフ・ネルソン。出演はシドニー・ポワチエとリリアスカラなど。ウィリアム・エドマンド・バレットの1962年の小説リリーズ・オブ・ザ・フィールドを原作としている。主演のシドニー・ポワチエが黒人俳優として初のアカデミー主演男優賞を受賞している。黒人青年のホーマー・アースミスは アリゾナの砂漠を気ままに放浪していたが、車の故障で一軒家にたどり着く。そこには東ドイツからの亡命者である5人の修道、女が住んでいた。ホーマーを見た、マリア委員長は、ホーマーを神が使わしたものと信じ込み、この砂漠の荒れ地に教会を建てるのを手伝うように、頼み出した。屋根の修理だけを引き受けることにしたホーマーだったが、委員長は一向に賃金を支払おうとしない。 それどころか、マリア委員長は、無理やりホーマーに、教会建設に取りかかるように迫る。ホーマーも次第に、彼女たちのペースに巻き込まれ、いやいやながらも彼女たちに協力するようになっていく。建築仕事に、自信のあるホーマーは、プライドを刺激され、教会の建設に執念を燃やし始める。はじめホーマーは、自分の作品として、一人で建設することにこだわり、 町の人々の協力を断ったが、考えを改め、町の人々と協調して、教会の建設を進めるようになる。マリア委員長と4人の修道所たちは、各方面に手紙を出し、寄付金を募り、地元の建設会社に資材の提供を頼み込む。彼女たちの熱意に押された社長はとうとう建設資材を寄付することを申し出る。そうした、うよ曲折を経て、マリア委員長の望んだ。 教会堂は奇跡的に完成する。しかし、教会堂が完成した夜に、ホーマーは記念のミサを見ることもなく、また車で放浪の旅に戻ってゆく。カッコ内は日本語吹き替え映画のタイトル、野の,の百合の由来は、新約聖書マタイ伝六6章28節にある、野の,の百合がどのように育つかをよく見なさい。骨折ることも紡ぐこともしない。あなた方に言っておく。 映画を極めたソロモン王でさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。という、イエスが、思いわずらってはならないことの例えとして語った、言葉による。映画の序盤で、賃金の支払いを求めるホーマーに、マリア委員長が、新約聖書のこの箇所を引き合いに出し、支払いを渋るシーンがある。ロッテントマトズによれば、23件の評論の、 内高評価は91%に当たる21件で、平均点は10点満点中7.90点となっている。ありがとうございます。